ここにあったのが大きい木が1本、はい、台風でやられたんですね、で向こうに大きいハウスがあったのも飛んでいっちゃった、はい、みんなだからこれは大雪でみんな避けちゃったんですよ、バタッと外科手術してますけど、もうほとんど避けちゃうんですよね、それは周りは飼育員ですよね、木と飼育員真っ二つに避けてる、折れちゃって、そっち半分もとうとうダメになったんですね、繋いだけど追っつかなかった、もうこれからこれを撤去して新しいのを持ってきて、また7年ぐらいかかって育てないといけない、7年かかるんですか？7年かかるんですよ、そんなにですか？5年ぐらいでなんとかできるんだけど、やっぱりいい実が取れるまでには7年かかりますよ、全部が 1,2,3,4,5,6,7 本ここまでかかる、たっくりきますよ、ですよね、で家から出るのに2日かかりましたから、あの雪は、あね、うちの方でも結構大変でしたもん、そうですか、ここまで来れないんだもの、来てがっくりしてね、あまりにもダメージが大きくて、ここに完全なつぼみ、花芽、こういうのカビてるでしょ、こういうのを取ってあげないとダメなんですよ、でこんなのは受粉ができてない花なんで、それとかね、葉っぱの上に花びらがピタッとくっついて、もう真っ黒になってるのがあるんですよ、そういうのを取ってあげるっていう作業が結構大変なんです、一日の作業、なかなかないでしょうけど、それだけが今大変な作業ですから、手でしかできないんで、ここなんかそうですね、ほら、ついてるでしょ、これを取って、でここの葉っぱの上にも乗っかってるから、これも取ってやるっていう、こういうことなんですよ、これは折れてる、ここもそう、こういうのは受粉ができてないやつですね、花は咲いたけど、こういう実になってるでしょ、あ、本当だ、これがどんどん大きくなって、そうですね、こういうの摘果しないとダメなんです、今ハサミ持ってきてないけど、こういう小さいのはね、本来であれば、今ここに2個あるでしょ、ここにも2個、ここにも2個あったんですよ、それをみんなこう摘果しちゃって、今この2個にして、もうこのサイズの摘果だと食べたりとかっていうのは全然できないですもんね、何にも味もしないですダメなんですよこの果物は、だからよくなんていうの、酢漬けみたいなする人いっぱいいるけど、そういうのはこれはできないんですね、じゃあ11月ぐらいになるとどれくらいのサイズになるんですか、これはアポロですからこのぐらいになりますね、15品種、15品種、こんなのもあるんですよ、名前もプリティって言うんですかわいい、赤いのね、花びらの、ほら、あ、そうで花粉ができてくるとこう丸まって下の白が巻いてくるんですよ、ほんと花粉 OK ですよって、受粉 OK ですよってサインなんです、イタリアンではサラダにしたりしてます、ちょっとちぎれちゃった、ほんとだ、すごいですねこれ、花びらって感じがしないですね、ふんわりしてふかふかでね、ちょっともう一枚食べていいですか、驚きでしょ、
これは何でしょう、すごい本当に甘いですね。不思議。そうそうそう、そういう感じ。触った感じとか、触った感じ、めちゃくちゃ硬いですね。はい、硬いです、ね、簡単に取れました。簡単に取れました。なんか手のひらじゃなくて指先でやったんですよ。そしたらコロンって落ちてってしまって、あーみたいな。どんな匂いがしますか？どんな匂いだろう、これいい匂いだよね。なんか嗅いだことあるけど何って。思ったより甘い匂いですね。あ、すごい。なんだろう、甘いけど爽やか。何の香りだろう、これ。さっきあのベーグル食べた時もなんかこの香りはと思ったけど思い出せない。何かなんだろう、これ。確かに。はい、真ん中が、いやでもね、あーでも皮のところが、あーなんか外側が酸っぱい、うん、中めっちゃ美味しい、うん、苦が酸っぱい。柑橘だね、なんかね、かじると、うん、美味しい。美味しいです。どんな味ですか？中が甘くて外が酸っぱいです。なんか なんか食感が独特です。柔らかいのと、なんかラ・フランスみたいな、なんかつぶつぶの食感です。うんうんうん、ね、うんうん、そんな感じで、うんうん、今はなんか東京都内の中国人のボランティアたちを集まって、まあ、福島の食品の安全性を世界に発信しようと思って、今この復興活動の支援活動をやっております。インターネットを調べまして、なんかこの油ファームはなんか本当に、まあ、おじいさんとおばあちゃんが、まあ、日本がない果物を今を、まあ、栽培してて、まあ、しかもこの日本初めて、まあ、こういうフェジワというものを日本に連れてきて、まあ、それをすごくなんか応援したく、ずっと、まあ、中国人ボランティアを連れてて、まあ、そこでボランティア活動を始めました。福島がの、ね、こういう放射がありまして、やっぱりこれは日本だけじゃなくて、まあ、地球全体のもう食品の安全問題だと思ってます。だからもう日本のそういう問題と悩みは、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、世界的からまあご支援をいただきたいと思って、まあ、これからもこういう思いを持って頑張っていきたいと思ってます。はい、頑張ってください。南国の果物で、原産は南米のウルグアイです。で、今は世界市場を占めているのがほとんどがニュージーランド、ここの北島の方でほとんど栽培されております。で、なぜフェイシャーっていうのを私が日本のここに来てやってるかと言いますと、以前そのニュージーランドに行った時にこのフェイジャーの花に出会いまして、これがものすごくエキゾチックな花で、日本の果物ではこんなエキゾチックな花の果物がなかったんですね。それで日本に帰っていろいろ調べておりましたら、たまたまその新宿の高野フルーツパーラーで当時輸入品がありまして、それを食べたのがきっかけです。香り、これはエステルを主成分としている癒し系の香りを持ってますので、これが本当に命です。で、味的にはですね、皆さんみんな違うんで何とも言い難いですが、果肉の部分はよく言われるのがラ・フランスで、
で種の周りのゼリー部分がマスカットじゃないのっていう方が多いですね。で私自身はじゃあどうかって言われると何とも言い難くて食べていただくのが一番かなと思っております、はい、今から11年前にこのいわきに来ました。でその頃からずっとこの栽培を始めておりまして、今は約苗木も含めて300本栽培しております。はい、震災前はですね、今から3年になりますが、その前にちょうど販売ができるような量が取れ出したんですけども、徐々にこう右肩上がりで上がったんですが、震災でガタッと落ちまして、収穫量はあったにもかかわらず、そのお客様の方でやはりその放射能の懸念があるから嫌だっていうことで、私どもすぐ県の特別果実に認められてまして、県の方ですぐ土壌検査と果実の放射能検査してくださって、で別に異常ないということをいただいたんで、ずっと販売はしてましたが、お客様の方がそういうわけでだいぶ減りました。しかし商工会の方ですぐ対応してくれまして、全国の商工会にチラシを配ってくれたおかげで、新しいそのお客様が私どもの顧客として増えてきましたので、今に至っております。ただその震災後って言いますと、震災を機にですね、その翌年が台風26号で、今年は大雪、これでですね大雪のために木が80本折れまして、そのうち30本だけはとうとう修復不能になりました。そのために収穫量がまたガタッと減りましたですね。そういうわけで非常に今年も収穫量落ちましたんで、なんとかここで頑張るにはですね、もう少し気温と風の除け、それから受粉時の梅雨時が受粉なんで、それを受粉率を高めるためにですね、屋根付きにしたいと思ってるんで、一生懸命これからも頑張りますが、末永くご愛顧いただければと思います。はい、奥様も、はい、よろしくお願いいたします。